はい、しんしんです。お久しぶりです。ですけど、早速ネーブルを食べていきたいと思いますけども、ネーブルの、美味しい食べ方で、なんか、細かく切ってみたんですよ。細かく。スプーンですくえるぐらいな感じで。わかりますかね?このスプーンでポロポロポロって。この感じ。で、こっちはもう普通のネーブル切ったって感じですけど、みかんサイズの。みかんの房のような感じで切ったタイプ。こっちのね、細かくスプーンですくえるようなね、これ、わかりますかね?食べると、ご飯食ってるみたいに、バクバクいけるっていう、この食べ方本当に美味しい。なんか白くまくんのアイスとか、ドライアイスとか、ドライアイス違うわ。ドライフルーツとかって細かく切ってるの多いじゃないですか。こんな感じで。あれを、すんごい、その、ジューシーなというか、剥きたての状態で食べてるような感じ。なんかね、海苔でピラフを食べてるような、あの感覚で食べれるので、ポロポロと食べれる。ネーブルが。この食い方は、いいなぁ。普通にご飯食ってるような感覚なの。美味しい。何玉切ったかは覚えてないですけど、まあ丼ぐらいは。美味しい。なんだろうな、グラノーラ食べてるような。グラノーラじゃないけど、あとそのこんなに細かく切ってるので、中になんかこうワインとかフルーツポンチみたいな感じで、サングリア的にもネーブルはいいんじゃないかなって思ったり。飲める、ごくごく飲める。おいしそう。はやした。こっちはね、すくっても一房が大きいので、これはこれで美味しいですよね。ボコボコいくっていう感じではないですね、これは。スプーンの海苔もちょっと悪いし。ああ、これもこれでやっぱ美味しいな。取っておこう。何玉かに剥いたネーブルですけど、一個やっぱりね、一個っていうかね、何個かね、腐ってきとる。なので腐る前に食べたいと思います。もう3月。